初日4レース1着になりました広島の大川瑠偉選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、作戦なんですけども、本日はどういった作戦だったでしょうか。まあ、本当に、松本君 の, あの性格通り、取れた位置からバシッとっていうのはもう全部任せました。はい。まあ、ジャンスギーで2つのラインが踏み合いになったところ、まあ、落ち着いて、まあ、その後一気に行ったっていう感じでしたけども、踏み出しはいかがでしたでしょうか。そうですね、もう前がどうなったかより松本君がどこで行くかのとこに集中してたんで、もう絶対についていくぞっていう気持ちです。まあ、ご自身最後抜かれましたけども、今状態としては、まあ、最近近況もすごく成績がいいと思うんですけども、どうでしょう。そうですね、微妙に誤差というか、こうもうちょっとこうなりたいな、こうもうちょいこの感覚欲しいなっていうのはあるんですけど、まあ抜けてるんで本当贅沢なレイなんで、はい。この後はなんかセッティングを変えたりとか、もしくは体の方を中心っていうのはあるんですか。そうですね、状態がすごくいいんで、さらにそこからまた自転車も新車を持ってきてるし、そこをまあほとんどセッティングが変わらないんですけど、それをしようか、まあ、ちょっとハンドルも変えたいなとか、いろいろこうまだ向上心もたっぷり持ってるんで、まだまだ行きたいです。でここからまだまだ伸ばしていくぞっていう感じですか。いきます、はい。まあ、これで299勝ということで、はい、あと一緒で300勝なんですけど、はい、もう今回達成するっていう。そうですね、そのつもりで、はい、来てます。わかりました。では、最後に残り3戦に向けて意気込みをよろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。明日も竜のごとくしっかり縫って縫って走っていこうと思います。ガーン。